建築限界とは、交通工学の用語の一つ。線路、道路に対して建築物を設置してはならない、クリアランスのことを言う。レールに合わせて、ホームがえぐれている。三島駅にて、鉄道は、固定された線路の上を移動する交通機関であり、線路上に障害物があった場合は、これを自由に避ける、ことはできない。よって、列車運行の安全を確保するために、 定められた範囲内には障害となり得る建築物等を設置してはならないという建築限界の概念が生まれた。プラットフォームや駅等の屋根、古線橋等はこの建築限界外に設置されている。ただし、信号機や点検台等は特例として通常の建築限界を狭めて設置されることがある。また、電化鉄道における河川は建築物等とはみなされない。 具体的な建築限界の幅や高さは、鉄道事業者、電化、非電化、直流電化、交流電化、直線、曲線、平面踏切の有無、在来線、新幹線等の別によりことごとく異なってくるが、幅はおおむね線路中心から左右に約2メートルずつ、高さは、非電化鉄道であれば、レール上面から約4.5メートル、電化鉄道であれば、約6メートルである。 また、建設された時期や事業者などの際により、建築限界の値は少なからず異なっている。そのため、中央本線や予算線など、戦前に民間の手によって作られその後国有化、さらに後に電化された、現在の JR 路線や、私鉄でももともと神経阪鉄道の路線であった、阪急京都線のように同社の他線と異なる成立経緯を持つ路線では、 他線と線路がつながっていても、特定の装備や車体サイズを持つ車両しか入線できない制約を持っている例が見られる。また、東京地下鉄や都営地下鉄では、相互乗り入れの関係などから、路線ごとに建築限界が異なっている。桁下防護庫を設置した道路。可動橋の例。日本では道路構造例、第12条で、車道、歩道、自転車道について規定される。 道路の高さ方向の制限は4.5メートルが基準であるが新設される構造物に対しては舗装のオーバーレイを考慮し0.2メートルの余裕を見て4.7メートルの制限が実用的に用いられる。4.5メートルの建築限界を満たしていない構造物が道路上空にある場合は通行する車両に高さ制限が設けられ、 構造物に対し桁した防護孔が設置される。ありがとうございます。